たちは明るく元気な長崎市の少年サッカーチームブリストルです。イエーイ。長崎市松山町のサッカー場で練習に打ち込むブリストル小学部。小学2年生から6年生までおよそ20人が所属しています。みんな仲が良く楽しくサッカーができるチームです。ブリストルは去年10月、12歳以下の8人制長崎市大会で見事優勝。将来が楽しみな選手たちがたくさんいます。この日練習に参加していた唯一の女の子、小坂小学校4年生のリアちゃんにインタビュアーをお願いしました。参加しているリアです。お兄ちゃんが始めて面白そうだったからです。私がいっぱい質問します。ブリストルのいいところはどこですか？学年関係なくみんなが仲がいいところです。ブリストルのいいところはどこですか？やるときとやらないときのメリハリがついてていいと思います。試合で一番嬉しかったことは何ですか？1点決めたことです。最年少の土井の首小2年生の西尾誠志郎くんはこんな特技を見せてくれました。誠志郎くん、この表情で喜びます。嬉しいです。年長ぐらいからできます。長与小6年の藤本宝良くんは練習前、カバンから取り出したのがこちら。そしてよーい、スタート。1分以内に揃えると宣言した宝良くん。すると55秒。お見事、1分以内でクリアです。緊張しちゃった。めっちゃ緊張した。え、俺すごいやろみたいな。ルービックキューブのエースです。個性豊かな子どもたちを指導するのは大久保誠さん。大久保さんは長崎日大高校出身で、J リーグサンフレッチェ広島でもプレーした元プロサッカー選手。2009年にブリストルを立ち上げ、長崎の子どもたちを指導してきました。一番やっぱり楽しく、小学生のうちは、ほぼほぼ叱ることもないですし、どうしてっていうふうな問いかけの方が多いかなとは思うんですけど、すごく可愛い子どもたちですね。チームの OB には昨シーズンルーキーとして活躍したビファーレンの毎熊誠也選手も。創部11年ながら J リーガーも輩出しているんです。毎熊選手に続こうと大きな夢に向かって練習を頑張っています。サッカー選手です。サッカー選手です。海外でのサッカー選手です。まずは目の前の目標に向かって進みます。ブリストル九州目指して頑張るぞ。おー